こんにちは完全に風がぶり返しました <laughs> 完全に風がぶり返しました俺さインフルエンザだったんじゃねえかっていう疑惑があるんだけどさこれなその一人じゃさ身の回りのせいでいなかったからな女呼んでたのねで女が「いや純ちゃんつらいねいい子いい子」いい子っつって頭撫でられた時に頭の表面がはっ 針を突き刺すような痛さで、痛 <laughs> だだ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 がってなったら本当に。インフルの小症状じゃないでしょう。赤ちゃんみたいに頭を撫でられ、これもあるよね。これあるよな。頭の表面が、針を突き刺すような痛みになるときってあるじゃん。ジュンちゃんかわいそうだね、つって撫でられただけで、針を突き刺すような痛み。 あるでしょ言いたいこと分かるだろうどうしまったんだよって。悟空みたいな声で叫んじったよ。悟空がベジタに握りつぶされてる時みたいな感じで。なりました。体温計買ってきちゃなくてすぐ病院行きなよ。インフルエンザもう入り始めてるらしいよ。<laughs> お前、ち、知性を持つな。知性よ。ちょっとでも今はもう動け、今動きたくねえよ。 なんかもう簡易キット病院やだよ俺病院嫌いなんだ行きたくねえよ俺行きたくない病院病院行きたくないよ熱下がったじゃん下がりました熱がだってこんな元気なわけないでしょ下がった熱が <laughs> エイズだったらね、まずだから、エイつだったらこんな熱出ねえよ、多分。分かってるよ、俺だって、インフルエンザだろ、とかえても現実逃避しいよ、しばらくもうすべての点と点が線で結ばれてるもんおかしいと思ったわあ、最近の風強えなーみたいな感じでさ、あれ強くなったねーみたいな感じでさ、俺自分のカレーのせいにしたけど、もうこれ、身に覚えがあるもん、これ、インフルエンザだよ、絶対